はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ続きやっていきたいと思います。ですね、前回ですね、まあ、とりあえず一通り鍵は攻略しまして、モンスターもね、222までいたんですけど、まあ、大ナメクジとか捕まえてなかったんでね、捕まえて223になってますけど、まあ、裏でやってね。あと、S ランク挑戦したんですけど、まあ、もうちょっとでいけるかなぐらいなんで、まあ、あと鍵でね、モンスター集めではね、それで強くなっていって、また挑戦すればいいと思いますので、540か。550。だからこれ値段違うんだけど、なんで10ずつ上がっていってるけど。それだけ強くなってから手に入れたってことかな。だからここら辺多分弱いんかなと思うけど。高い値段のがなんかいいような話は聞くんだけどね。ちょっと何言うかわかんないので、まあ出てきた鍵でね。お、銀の荒野の鍵。見つやってみっか。赤い地獄の鍵。地獄？地獄って結構いいやつじゃなかったっけ？もしかして。いや、待って待って。夢の墓穴。あ、ゾンビ系か。全部行ってみっか。これ地獄、なんかね、ハテナ系が出る鍵がもしかしたら開くかもしれないので、夢から行ってみっかな。さあ今回は何種類まで集まるんでしょう。霜降り肉いっぱい持ってるんで、鍵がいっぱいになったらね、もう入らなくていいようなものは処分してって感じでいけばいいかなと思うんだけど、一番熱いのは他国のマスターなんでね。まず一通りちょっと回ってみます、ね。あ、町はね、あれじゃねえだろ。だ何が出てくるかそれでわかるんで。お。いきなりいいの出てきたりして。はい、出た。真ん中いる。真ん中は欲しい。デュラン、もしかしたら。配合できっかな。あれ持ってるんですよ、スカイドラゴン。スカイドラゴンとヤマタノオロチで侵入できるんで、侵入とデュランでまたできるんで、もしかしたらちょっと、ヤマタノオロチ捕まえればそれできっかな。3つ目で4つあれば入るんじゃない。まあ4つで大丈夫だろうけど、4つ使ったら確率はなかったっけ。でも入んなかったよね、メロータボールに。よし、入ってくれ、頼むから。よし、よし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 。いきなり大収穫です。というのが、まあここ何いるんだろう。ちょっとね、見ようか。ゾンビ系だと思うけど。ああ、こんないんだ。まあ全部捕まえてね。ハサミクワガタも捕まえてるし、キリキリバッタもね、普通に強いのいますもんね。ここら辺は仲間入んないので、とりあえずボス倒さないとね。ボスだけ倒しちゃうか。スカイドラゴンとヤマタノオロチで、あ、マドロも捕まえたね。いいっすよね、作るたびに何か分かんないダンジョン。まあ、キメラの翼で一瞬で戻れるんで、
それでね、こういうとこね、小さなメダルあったりするんですよ。で、道具とかね、交換できればいいかなと思うので。海の上にも何か行くかもしれないしね。まあ海の敵でしょうけど、イカズキンとかもしかしたらいたりするかもしれないし。ここ変わらないかな。大ウツボとかばっかだと思う。ここか。まあこんな感じでちょっと冒険していこうと思うんですけど。あ、玉手貝と、オクトリーチ捕まえたね。全部。オクトリーチ同士で、あれができるの。あの、ダゴン。だからここでもできるってことだね。ちょっと強いな。で、ここに多分不思議な鍵とかまた落っこってるので、まあそんなの取りながら進んでいけばいいかな。ね、変わったんでいたらまた収録します。あと、ダンジョンとかあると思うので、あ、そうだね。ポンポンボム。これも作りましたね。マネマネと風船ドラゴンでしたっけ？まあ、ここら辺のはこれでもう仲間入るんで。よし。じゃあ、ちょっと一通り裏で勝手に回っておきますんで、ここは。まずね、ちょっとデュランを。決して弱くはないんだけど、強くはないので、なんとかしないとね。ヘルゴラゴと竜王はいいんだけどね。まあ、それでも全然歯が立たないぐらいの S ランクなんで、そこをまず勝てるようにしないとどうしようもないのね。多分、スカイドラゴンメスだったと思うけど。あ、そうだ。ちょっと裏でやってたんですけど、あ、スカイドラゴン預けてるか。まずね、いるもの。オイミスライムと、そうだね、作ろうと思ったんだ、今回。これね、ピエロスライム。ヘルボックルでできるんで、これ作ってなかったです。で、ピエロスライムと、あの、ゾンビ系今いるけど、それで、エンゼルスライムできますんで。それをね、混ぜながら今回やろうかなと思ってたんですよね。スカイドラゴンは天空のね、風の塔にいますんで、まあ、2階か3階まで行けばいたと思うんですけど、最初からいるのかな。ここら辺いらねえんだけどな。イエロースライムオスだったっけ今。デュランがメスなんでオス作ればいいんだ。ね、侵入のオスを作ればいいので、多分できると思うんだけど、テリワンだったらこれでできたからね。で、レベル上げて配合すればいいので。はい、神竜なんですけど、これね、神竜と、デュラン。どこいた？デュランと、神竜で、まあ、ハテナって書いてるんですけど、メスにしとこうかな。ヴィランから変わるんですけど、これの出来上がったのと、まあ、テリワの時作ってたんですけどね。はい、デスピサロ。ね、
デスピサロとね、ヘルゴラゴでね、もうできるんですよ、実は。なんだけど、違う配合であります。ヘルゴラゴ今使ってるので、メスにしといてね。多分これとキングレオでもできると思うので。え、イルルカから変わってるなんてないよな、まさかな。だからキングレオの代わりになるのがヘルゴラゴだったりもするんで。だけどヘルゴラゴ個人的に好きなんで使おうかなと思ってね。まあここ混ぜちゃってもういいんだけどね。どっちみちもう一回作らなくちゃいけないから、デスピタロは。さすがにデスピサロはピサロにしとこう。メスだけど。デスロザリーとかつけたいけどね。ロザリー関係ないもん。サロ。はい。ようやくだね。守備力が上がりやすい。まあ、守備力上げてもいいか。で、今メスってやったのがキングレオを持ってるので、まあそれと配合してもいいんだけど、ちょっとこれでね、攻略しよう。いくらかレベル上げてね、先ほどの地図ね、攻略しようと思います。まずちょっとね、形見ましょうか。エルゴラゴとこれとデスピサルでもいいね。ドラケ4のラスボスですね。ね、ちょっとね、うろうろしてるんですけど、ウィンドマージとかね、まあ逆さゾンビもそうですけど、あと、キラーシックルかな、カマキリっぽいの。カマキリ戦士になる一歩前かな。カマキリ戦士自分捕まえたんですけど、そんなん出てきましたね。それで、これも捕まえてなかったらセミモーグラ多分。まあ、洞窟探索してんですけどね、先ほどの。同じ名前が被るよね。何種だろう。227。キラーシックルは、まあ、カマキリのフードかぶったやつね。多分そのうち出てくると思いますけど、このダンジョンもこのぐらいじゃないかな。で、ボスはまだ倒してないので、で、多分どっかに不思議な鍵また起こってんじゃないかなと思うので、また次回とか遊べるようにね、今回ちょっと今作ったの全部行きたいんでね。で、デスピサロもそこそこ強くなりましたので、もうバイキルトとか覚えてる。ね、ペホマとか。だからまた回復つけたりとか、なんか混ぜていけばいいんじゃないかな。鍵かな？あ、牙。あ、でも牙はいいな。さて、じゃあ、思い出の鈴はいるので、そろそろあれ、他国のマスター会うと思うんだけど。他国のマスター大事ですよね。ヤマタノオロチいたおかげでこれ作れたので。で、酒をポムポムポムいて、まだ酒ありますんで、ここね。プロトキラーいたとこもありましたけど、キラーマシン作れるんですけど、多分そのうち出てくるので。いらっしゃいとか言って、月経中いらねえかも。まあ、こんなんでいいかな。お見合いもしかし旅の者はいつの間にかいなくなるでの。あ、そうなの。まあ、あんま変わんねえかな。住人がちょっとおかしいけどね。あ、いた。さて、何持ってるかな。フィールドでセーブできない。旅のしおりあればいいんですけどね。やっと。
待って。溶岩魔人と、どうすかな。ハサミクワガタはどうでもいいんだけど。魔王の使いも一応交換できんだけどね。溶岩魔人も多分普通に出てくると思うんですよ。なんだけど、グレートドラゴンとか、まあ、そんなんとか魔王の使いで、利用できるので、だから、ハテナ系と配合しないといけないモンスターもいるわけよね。だからまあ、どっちかだろうな。ああ、それ先倒してくれれば。まあ、どっちかだな。溶岩魔人と氷河魔人で、ゴールデンゴーレムできるんだけど、まあ、先ほどの神竜とゴールデンゴーレムでできるものもいるんだよね。で、その神竜とゴールデンゴーレムでできたものと、まあ、竜王とかね。で、できる。まあ、最終、一番自分が作りたかったようなのができんだけど、どうしようかなっていう。ヨガマジン取っといて置いといてもいいかな。先倒しそうだもんね。まあでも、ああ。ビッグバン、マジか。シルク使っといた方がいいか。入んないかな。あ、まだ。ジュート。こんだけ使えば入んだろ、さすがに。よし。メスだったよね、今ね。とりあえずここクリアしよう。メスで、今メタルドラゴン持ってるので、もしかしたら氷河魔人の方できっかも。霜降りが、2個か。これさっきのマップか、これ。あ、繋がってんのか。あ、てことは、覆われていたなんたらかんたらっていうのを。あー、軍隊ガニ作ったね、確かね。まあ、このようなものがいるって感じで。でも今回ちょっとだいぶいいんじゃない？セミモグラもそうだったね。あの城じゃねえかな、ボス違うかな。で、今の洞窟にもなんかアイテム多分あるでしょうから。あ、そうだ。じゃあ、あれ倒して終わりだね。終わりっていうか、まだやりますけど、今回。全然なんで。で、ここら辺のモンスターを、まあ、仲間にできるようになるので。まあ、全部ランダムでしょうけどね。さすがに強くなってるね。で、あの洞窟行って、まあ鍵あったらあったっていう感じで、まあ次の場所紹介しますけど、デスピサロもうちょっと上げてね、今回一番最後に違うのにちょっと配合したいので、まあとりあえずできるかどうか見てみないと話にならないんで、まずはね。はい、今ね、ちょっとね、狛犬の作ったんですけど、やっぱりこのデスピサロとね、
キングレオでハテナなるんで、まあこの次は今回作ろうと思うんだけど、今ね、出来上がったのが僕、スライムツリーとかね、まあ適当にできるんですよ。冬虫夏草、スミガマ、そうだね、セミモグラ、キラーシックル、まあここら辺入れた感じですね。まあ、特にね、作り方っていうのは、まあ、決まってはいるですけど、そんなに難しい配合ではないので、普通に出てくるようなモンスターなのでね、ちょっと省かせていただきましたけど、231種類まで行きましたね。まだまだです。じゃあこの赤い地獄の鍵ちょっと気になるので行ってみよう。地獄って確か違ったっけな？すげえ鍵じゃない？だったら嬉しいんだけど。ああ、まあいたね今ね。ああ、そうでもないか。やっぱり地獄ってつくゾンビ系だね。一つ目ピエロも捕まえてますね。やったガラスでしょ。とりあえずボス倒してみて、あの不思議な鍵とかね、さっきほどのところありましたんで、やはり。あ、今のとこだ。など、まあここもまたちょっとね、回ってみますんで。30ぐらいまで上がったら配合すればいいかな、デスピタロは。その次のやつは結構強いので、どうしようかなと思ってね、それを取っといて、それを派生版にするのか、まあ、取っといて違うのにするのかとかいろいろ考えてるんですけどね。どっちみちデスピタラあと2回ぐらい作らなくちゃいけないですよね。シムグレア持ってきたので。ペリワンよりは、まあ、レトロはね、よりはいっぱいいるので、作り方もちょっと複雑にはなってるんですけど、新しい配合方法も追加されてんですけどね、昔の応用でできるのもいますんで、キングレオとかいい例ですよね。デスピタロとキングレオでできるのが、あのデスピタロとね、ヘルゴラゴでもできますので、あ、この洞窟も後で回ります。敵はね、大体一緒なんで、とりあえずボス倒してしまって、まあ、何がいたかとかね、後でやればいいかな。これだ。え、まだ先行けんの？あ、結構長いな、ここ。でもそんなに対して強くないよ。よし、これでここら辺は取れるね。まあこんなのいましたって紹介すればいいかな。じゃあ歩いてるうちね、仲間には今できる、することはできないけど、いろんなのいますんで、あと他国のマスターがやっぱりメインかな。まだそこまで地獄っていうのそこまでレアじゃないんだね。ああ、宿あったな。宿だあったら泊まればいいんですけど、最近目が悪くなってね、お主の後ろにいる友達はお風呂に入った方がええぞ。これ宿、あ、宿あんね。さて、もうちょっと回ってみましょう。出会ったものは、あの、普通にどっかで仲間入れてると思ってくだされば。あ、グレムリン。あ、これ作ったっけ？グレムリンって。てたとしても、ああ結構あんな洞窟全部回ってこんなのありましただよね。本当にね、大体もう構造的に一緒なんで見ててもしょうないんでね。これは霜降りかな。どうだろう、霜降りだったら取りますけど、骨付きか。お、ああ全部捕まえましたね。クシーも捕まえましたね。だいぶもう通用はするようになってきてるんですけどね。あ、あそこかな。あ、そうですね。また骸骨剣士だね。じゃあこれを倒して、まあ、目星の出てきたらちょっと収録しますね。まあ、そんぐらいしかもうやることないので。
そういえば先ほどの地図、骸骨剣士出てきました。これね、捕まえたんですけど、骸骨剣士同士で魔王の使いできるんで、まあ、魔王の使いはね、できるんですけど、魔王の使い自体がまた出てくるような地図が、もうちょっと強くしたら多分出てくると思いますんで。そうするとね、もう楽なんですけどね。あ、世界中のはないわ。全員ザオリック持たせた方がいいかな、さすがに。あ、どうしたか。これで心置きなく捕まえられるんで、あ、多分、あれ、会うことできると思うんですけど。エスターはまだ弱いね。まあ、しょうがないけど、それはね。弱ければ強くなればいいので、弱いからいけないなんてこと絶対ないんでね。その発言自体何言ってるかわかんないですけどね。さて、ちょっと他国会いたいな、せめて。他国一回当て戦ってみてね、何出てくるかですよね。そしたらあともう残りの洞窟は回っておきますんで、あと持ってないモンスターいたらね、まあ、さっきのグレブリンもそうですけど、多分あれ捕まえてんじゃないかな。お。嫌でもレベル上がってきますんでね。多分ここら辺うろうろしてたら出てくると思うけど。ゾンビ系の、まあ、地図かな。あと水系のところなんか行くかもしれないので。あの祠なんだ。最初のどこかある。出てこないね。ウツボばっかだな。さて、ねもう一個の鍵の方行ったんですけど、なんかいますね。これで、ウィングスネーク1体持ってるんで、自分。あ、そっか。大陸追ってんだ。追ってるよな。仲間入んねえな、これ。そうだ。そうだ、ここ回んないといけないわ。2つ、あ、なんだよ、今、あのタイミングで発生すんなよ。戦士いたね。あれは関係ないので、あー、もったいないな。4つぐらいちょっとねあるんですよね。ああそこか。ウィングスネークがいいな。ちょっと待って、コアトルできんですよね。作っちゃおう今回。コアトル作ってレスピサロを配合して終わろうかな。の前にちょっとここら辺、まあ不思議な鍵とかねあったんですけどね、配合するんでここに使っときますね。あー、ドラゴンマットだ、オス。それはいいんだけど、ウィングスネークだね。オスだったかメスだったかちょっと忘れましたけど。3つ目の鍵なんですけど、まあ、ちょっと目星いのがウィングスネークぐらいだったんで、多分コアトルも普通に出てくると思いますけどね。もうちょっと強くしたら。S ランクとか買って、まあもうちょっとステータス上げればね、多分それに比例したような鍵は出てくるんじゃないかなと思うんですけど、ただ鍵の名前とかね、出てくるモンスターがランダムなんで、まあ強いに越したことはないんですけどね。ただダークホーンとかね、出てくるような鍵出てくれば嬉しいかなと思うんですけどね。よし、この状態で、あれ、ウィングスネークとか、仲間なるんで、多分こことかもいるよね。
まあ、オスメス捕まればいいんだけど、タコクのマスターもったいなかったな。ちょっとね、悔い残るよな、あれ。あ、イエティはね、自分捕まえてますんで。夜の帝王も捕まえてね。あ、強いし。オスだったかメスだったか忘れましたけど。さっきメスだったよね。どっちだっけな。じゃメス捕まえて、まあ使う使わない別としてね、コアトルは何配合するんだっけな。はい、再びね、回ってきたんですけど、まあ特に目ぼしいものなかったんで、まあ大幅カットさせていただきました。ということで、もう配合して終わりましょう。ただレベル上げただけかな。まずね、ウィングスネークと、ウィングスネークでコアトル作ってなかったんで、コアトルね。あとは、なんかできっかなぁ。こんなんとか、レベル60とかね、普通にいるからね。まあいいや、とりあえずできるのやっちゃおうか。デス・ピサロと、キング・レオ、ね。これで出来上がるものと、どうすっかな、これをどうしようかちょっと悩んでんだけど、まあとりあえず作っちゃうか。まあ、先ほども言いましたけど、ヘルゴラボでもできますんで、ただ、キングレオずっと持ってて使い道ないんで、使っちゃいます。攻撃力とかね、上げてね、配合すればいいんですけどね。レベルが本当にね、上がるとこって言ったら、旅人の鍵ぐらいしか今ないので、はい、地獄の手を。これはさすがにスタークにしよう。またこれをどうしようかですよね。一応、テリワンレトロの方と同じような、感じではあるんだけど、またちょっとこれ違うものもあるんで、ね、さーてどうすかな。ここら辺どうにかしたいな。スカイドラゴンもなんかなるな、これ。あ、死神貴族か。これもね、結構捕まえられるようになったので、死神貴族、何でだっけな。キャットフライかな。なんだっけな、なんかでなったけど。あ、これか。あ、なった。悪魔系、悪魔系とピエールスライムで何になる、これ。これ多分、エンジェルスライムだよね。これなんだ、これ。ピエールスライムとピキシー。これも同じかな、もしかして。まあ、思わぬものですよね。あ、エンジェルスライムになりますね。スラリ。はい、ということで、はい、エスタークできました。まあこのような姿ですけどね。あとはこれ、エンジェルスライムとコアトルができたかな。さあ、盗聴仮想も自分作ったんですけどね。裏で。あと、キラーシクルこんな感じです。サイズって名前だったんでね、まあそのままやんと思ったけど。
まあ、結構いろんなもんいますので、まあ、何かしら配合作っていけばいいかなと思います。はい。ということで次回までレベル上げておきますので、上げた後ね、またちょっと鍵鑑定するのでよろしくお願いします。そうだね。よろしくお願いします、じゃないわ。234種類までなりました。じゃあね、まあ、次回またここからスタートしていきますので、よろしくお願いします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターを流していただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。